皆さんどうもこんにちは、鳥です。本日は怠惰について話していきたいと思います。突然ですが皆さんに質問です。あなたは勤勉なものでしょうか、それとも怠惰なものでしょうか。会社というところには様々な人がいます。真面目に仕事をする人もいれば、適当に仕事をしサボってばかりいる人もいます。そんな様々な社員をまとめ上げるのがリーダーです。つまり社員から見ると上司にあたります。上司にとって勤勉な部下は宝物のような存在です。しかしそれとは対照的に、上司にとって怠惰な部下は厄介な存在となります。仕事の成果や売り上げはそのほとんどが部下の働きぶりにかかっているからです。私たち部下に求められていることはひたすら勤勉に働くことです。私たちが日々必死に忠実に働くとき、上司や会社に貢献することができます。しかし反対に真面目に働かずサボってばかりいるなら、上司や会社に迷惑をかけることになります。永遠の大ベストセラーである聖書は、私たちに対して勤勉なものとなりなさいと言っています。どういうことか、本日も聖書から共に学んでいきたいと思います。本日の聖書箇所は箴言10章26節のところです。まずはお読みいたします。怠け者はこれを使わす者にとって歯に巣、目に煙のようなもの。上司は部下に仕事を任せるのが仕事です。ですから上司は部下にさまざまな業務上の命令を出し、仕事を遂行させるものです。この聖書箇所では、怠惰な部下は上司にとって歯に巣、目に煙のようなものであると言っています。歯に巣というのは口の中に酢を入れることです。 100% のお酢を口の中に入れるとめちゃくちゃ酸っぱいですよね。ですから普通であれば吐き出します。また目に煙というのは、目の中に煙が入ることです。目の中に煙が入ると目が染みてしょぼしょぼして涙が出てきます。ですから普通であればまぶたを閉じます。怠惰な部下は上司にとって酸っぱくて吐き出したくなるようなもの、また目に染みてまぶたを閉じたくなるような存在であるということです。そりゃそうですよね。上司は職場全体を見て適する人に仕事を任せます。もしその任せた人が仕事をサボっていたら、その業務は前に進まないので、上司にとっての悩み事の種、心配事の種となってしまいます。そうなってくると上司はその問題解決のために尽力することになるので、本来自分がしなければいけない仕事を安心して遂行することができなくなります。これこそがまさに歯に巣、目に煙のような状態です。上司にとって本当に必要な存在は勤勉な部下です。勤勉な部下は上司から任された仕事を責任を持って期日以内に遂行するので、上司から信頼されます。上司はいらぬ心配事、悩み事を抱え込まなくてもいいので、安心して本来自分がすべき仕事に集中することができます。勤勉な部下は上司にとっての宝物なんです。皆さんどうでしょうか。あなたは勤勉な部下でしょうか、それとも怠惰な部下でしょうか。どちらでしょうか。もしあなたが勤勉なものであるのならいいんです。そのままその働きを継続してください。きっとあなたは職場で大いに用いられることでしょう。しかしもしあなたが怠惰なものであるならば、悔い改めて方向転換しましょう。あなたは上司にとって歯に巣、目に煙です。上司にとっての宝物となれるように日々努力をしていきましょう。この他にも聖書には仕事における知恵深い言葉がたくさん書かれています。興味があり、もっと勉強したいという方がいらっしゃったら、ぜひ一度聖書を読んでみてください。聖書は今の時代、ネットで簡単に、しかもタダで読むことができます。また、書店に行っていただければ、安く購入することができます。読んでみてください。また、聖書は少し難しい書物です。読んでいる中でわからないところがあれば、一度お近くのキリスト教会に足を運んでみてください。教会の牧師先生であったり、教会の信徒の人たちがあなたにわかりやすく丁寧に聖書のことを教えてくださることでしょう。勤勉なものとなりましょう。上司からこいつは歯に巣、目に煙だと思われたくはないはずです。上司からお前は宝物だと言ってもらえれば、私たちは嬉しいはずです。そのように言ってもらえるように、日々任された仕事を忠実に遂行していきましょう。本日はこの辺にしたいと思います。さよなら、また次回もお楽しみに。